川越の皆さん、こんばんは。一日も夕刻となり、家路に急ぐ方々も多いだろうと思います。人生においてもこの一日が終わるのが早いように、人生もあっという間かもしれません。人生は長いようで短く、短いようで長い。でも一瞬一瞬を大切に、そして大切なことからやってってください。今日私たちにとって一番大切なこと、なくてならぬものは多くはない、いや一つだ。マリアはその良き方を選んで、今日皆さんにこの人生の旅路において、あなたの人生をナビゲートするナビゲーターであるイエス・キリストという救い主を皆さんにお紹介いたします。イエス・キリストは十字架で死なれ、こんにちは、3日目によみがえって今も生きています。目に見えないけどイエス様はあなたを愛しています。主にすがる我に悩みはなし、十字架の
今のまんまで行くもよし、まあ、変わらないとね、自民党が大敗したように脱皮しない蛇は死んでしまうように、私たちも絶えず変化し、栄光から栄光へと聖書はそう書かれています。つまり私たちは今も素晴らしい、なぜなら神に愛されてるから。あなたは神に愛されてる、今も素晴らしい、でももっと素晴らしい人生に、栄光から栄光へと死と同じ姿に変えられていく、そんな人生を一緒にスタートしませんか。あなたは愛されています、あなたは愛されています、愛されています。よかったらカードもらっていてください。ありがとう。永遠の神の愛は我らの出会いの中で実を結ぶ、君の存在が私にどれほど大きな喜びでしょう。皆さん、人生はどこからでも新しく生まれ変わることができるし、最高の人生を私たちは生きることができるのです。愛を持って生きていく、その愛とは私たちに与えられた天からこの地上に生まれてくれたあのクリスマスの主人公であるイエスが私たちに愛を持ってきてくれた。愛を持って生きてゆこう、I'm not afraid to die.
し死にゆくあなたを救うためイエス様は十字架で死んでよみがえられた救い主イエス・キリストを信じる人のその心には泉のように命が、いや命って言ってもね、私たちのこの地上での人生はせいぜい120歳です。まあ健康寿命ということを考えるとね、70、80っていうのがね一般的です。でもそんなこの地上のこの命のことだけではない。皆さん、私たち人間がもともと持っていた命がある、永遠の命、一体何か。人生って儚いから、だからいい、そういうことを言う人もいますけど、もちろんそれは諦めの中での一つの境地でしょう。永遠に生きることができたら、皆さん私たちは本来永遠の命を持って生まれてくるべき存在だったんです。あなたは愛されています。ここに命の水が溢れ流れる、罪も汚れも洗い清められる、上かわくものすべて満たされてゆく、命なきものすべて花を咲かす、すべてが生きる、その水は満たし、すべてが生きる、その水は命、すべてが生きる、その水は満たし、私は生きる。皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様です。一日いろいろな営み活動を終えて、きっとこの駅とこの2階デッキを
家路を急いでるんだろうと思います。疲れた体でも、私たちは心というものが強くあるならば少しぐらいの疲れを乗り越えることができる。でも体も疲れてるし、心もね、疲れてるとしたらね、もうとにかくね、大変です。まず第一に、今日皆さんに元気になってもらいたい。その元気の秘訣はどこから来るのか。こんな言葉があります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るだろうか。私の助けは天と地を作られた神から来る。今日私たちにそんな元気の源、私たち人間を作り命を供給してくれるお方、この電気はね、発電所から続いてこの場所にまで来て、こんなにね明るくなってるんですよね。この電気が光るように、あなたにも発電所から電気が来るように、神から命があなたに注がれ、そしてその命によって私たちが元気になり、家路を元気に歩いていっていただけたらいいな。まあでもね、それだけじゃないんですね。私たちの人生というのはまだまだ続きます。今日第一歩を踏み出して、あなたを作った神と出会って、その第一歩を踏み出して、そしてこれから最高の人生を生きる。皆さん、最高の人生どうやってそれが分かるか。まずね、最高の人生生きてる人はね、自分の人生に満足してます。まあ、現状満足というよりもね、ああ私の人生はこれで良かったんだ。いや、大体ね、悔やんでるでしょ。ああこうしなきゃよかった、こうしとけばよかった。辛いよねああやっとけばよかったなって。皆さん、そういうがっかりしたことにならないために、あなたに今日チャレンジします。あなたを作った神がおられる。その神をこれからも無視し続けて生きることができるでしょうか。皆さん、あなたは神に作られ愛され、そしてその神が今ここにおられる。皆さん、目に見せてください。神様いるならどこにいるんですか。聖書はここにおられるって言うんですよね。イエス・キリストは十字架にかかり死んで墓に葬られ、3日目、足掛け3日、2日後イエス・キリストは復活して、今も生きています。今も生きているのです。今ここに主の霊が激しく火のように熱く注がれる。すべての汚れ焼き尽くされ、主の栄光だけがこの地を覆う。手を挙げて主の皆高らかに叫べ、とこしえに輝く真理と愛の光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。人は死を打ち破りました。私たち人間にとって最大の敵というのは死ですよね。皆さん、死を打ち破ってよみがえったイエス・キリスト、こんにちは。幸せな毎日を
過ごすとともに死を打ち破ったイエス・キリストと出会うなら、あなたも私も永遠の命をいただくことができる。すべての人は見る偉大な光、失望はない、死に対
生まれた
その愛受けている心に迫る父の悲しみ。こんにちは。愛よかったらカード十字架に。こんにちは。笑顔が素敵ですね。こんにちは。人の罪を燃える日のよう。こんにちは。愛を知らず。よかったらカードお配りしております。おじさん、こんにちは。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。ありがとう。十字架から溢れ流れる泉、それは耶稣の愛。イエスの愛。イエスは勝利を取られた十字架の上で。イエスは勝利を取られた十字架の上で。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利をすでに取られた。イエスは勝利を取られた。イエスは勝利を既に取られた。イエスは勝利を既に取られた。イエスは勝利を取られた十字架。すべてに
Oh, sanbishi, alleluia, oh, alleluia. Tsubete ni kansha shio wagashi ne. Sanbi to yorokobi mo te.
在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。これをもちまして終了いたします。イエス様があなたを愛してます。心からこの聖書を皆さんに信じてもらいたい、そのことをお勧めして本日のガイド活動終了です。ありがとうございました。お疲れ様でした。個人伝道中の方はそのままどうぞ、一回集まりたいと思います。ありがとうございます。